LGBTQ の Q、まこねです。今日も、訳ありダイエットウィーク、始まり始まり。というわけで、このね、訳ありダイエットウォークは、YouTube 中心にね、スポーン、他、各、ポッドキャスト、局地回らないね。ポッドキャストスタジオじゃなくてプラットフォームで、発信しています。はい。まあ一番最初にねアップされるのはスポーンなので、いつでもね、いつでもてか月曜日から月火水木曜日の違う日曜日から日月火水木の、5日間朝6時ぐらいにはスポーンで、この、ワキャリアエットウォークがアップされます。けど、いつもね、最近は、出勤前に、テーマを決めて、なんだっけ、タイトル画像も作って、職場行ったら、ポポって作業し、ね、トイレでコソコソって作業できるぐらいの、ようにして、出勤したんだけど、今日はタイトル画像を作るのを忘れてました。なんか忘れてるなと思ったんだよな。なのでタイトル画像はまた後で入れますが、アップはね、いつも通り6時頃にはアップできると思います。で、今日のテーマはですね、実は昨日の続きで、OS について語ろうかなと。OS ってまあ、Windows とか iOS とかの話について語ろうかなと、まあ、思ってたんだけど、思ってたんだけどさ、違うよ。その前の日に、お母さんの話をしている後の中で、Windows の話をしようかなとか、OS の話をしたいななんて、真面目な話もたまにしようかななんて話をしてたら、まあもちろんいつも真面目な話してますけどね。私だけで大真面目なんだけど。そしたら、翌日ね、ああ、バレンタインデーだってことで、バレンタインデーの話になったんでね。そう。で、今日こそ、OS の話を、ちょっと真面目な話をしようかな、なんて思ってたんだけど、実は、私が住んでるところは、12階建てのね、一室一室はね、結構狭い、まあ、独身寮まではいかないけど、もともとね、女の子しか受け入れないね、アパートだったの。そのね、上の階に、まあ、1年ぐらい前からね、お付き合いしてるわけじゃないんだけど、いい関係の、友達がいて、男の子っていうか、まあ、私、ちょっと年上のね、お兄様がいて、いて、まあ、一緒にご飯食べたりとかね、話したりとか、そういう関係の人がいるんですけども、まあ、そのね、方にももちろんバレンタインであげました。うん。そう、手作りチョコっていうぐらいの気合は入らないけど。まあね、他の人にあげてるチョコとは違うチョコをプレゼントしました。うん。そしたらね、バレンタインデーのお返しやっぱもらったわけですよ。ホワイトで。しかもさ、超ニヤニヤしながら、おもむろに、なんか、豪勢な包み紙の中から出してきたと思ったら、なんだと思います？もうね、もう、アゼントしたよ。確かに私は、そういうチャレンジ系とか好きよ。まあね、私は16時間大断食をやってて、でも、ガチでね、体重落とそうと思ってやってるから、落としきったらね、またチャレンジ系の、ものをやってみたいな、やりたいなと思うんだけど、まあ、それまでは、もう私は、あれは私は縁がないものだと思ってるんだよ。それで、まあそういうものには手出さないようにしてたんだけど、っていう話の流れで、なんだと思う？そうよ。もう忘れた頃に出てくる、ペヤング様よ。
まあね、私もさ、何年前だっけあれ。まあ、ペヤングのごく激辛が出たのって。そう。いや、でも、結構前からペヤングちょいちょい辛いのシリーズ出してたもんね。まあ、歴代のペヤングの辛いシリーズはみんな食べてます。だってさ、ペヤング様さ、目が合うと、買わなきゃとか思っちゃうんだもん。さすがにね、今最近さ、ペヤング様、いろんなさ、味のさ、いろんな派生、ペヤング焼きそば出してるじゃん？お蕎麦とかさ、うどんも入ってるとかあるし、あれはね、さすがに、追わなくなった。追わなくなったけど、うん。新商品のペヤング様が出ると、ついつい、目が合っちゃって、ついつい欲しくなっちゃうんだよね。それで、悟空激辛シリーズも、ファイナルまで食べたよ。食べた。そう、ニンニクも、去年だったかな。麻婆なんとかも、食べたよ。食べてた。うん。そう、でも、今年のやつもね、今年出たさ、なんだっけ、唐辛子、一味が入ってんのかな。もう、まあ、買おうかな、どうしようかもって迷ったけどさ、もうこれは私には関係ないものだっていうふうに、もう心に決めてかかってたから、買わなかったんだよ。そう。でもさ、そう、なんかね、まさかさ、ホワイトデーのお返しに、ペヤング様が私の元にやってくるとは思わないわけじゃん。来ました。そう、あれからね、まあ、激辛って言うとさ、うちにはさ、ハバネロじゃなくて、なんだっけな、スコーピオンなんとかっていうやつの粉末のやつがあるのよ。1000円ぐらいで、40グラムぐらい入ってるやつなんだけど、2年くらい前のお正月、マギアだって思ったんだけど、なんか YouTube 見てて紹介されてたから、買ってみたわけ。Amazon で1000円ぐらいだったしさ、ちょこっと入れてさ、カップラーメンじゃなくて、なんだっけ、カップヌードルの、カレーの中に、ちょっとね、入れて、ちょっとじゃないな、私舐めてたな。なんだろうな、まあ、小さじ2、3杯ぐらいは入れてたかな。もうちょっと入れてた気がする。そして食べたよ。ね、さ、ハバネロの、じゃあスコーピオンのさ、粉がいっぱい入ってるさ、ラーメンとかさ、食べててさ、激辛 YouTuber の人とかいるじゃん。頭おかしい。ね、毛穴という毛穴が広がって、もう全部から汗が出てくるような感じなんだけど、もう、私はそんなもんじゃ収まらなくて、もう、カップラーメン半分、カップヌードル半分食べる前に、もう、具合悪くなって、もう目の周りがフラフラしてきて、頭痛いとか吐き気がするとかじゃなく、もうフラフラして意識失いそうになって、もうトイレにうずくまって、気を失った。どれくらい気を失ったかわかんないけど、いや、あれはね、凄まじい体験だったな。あれから、あれは、ハバネロのさ、アメリカスコーピーのあれは、ほんと、ちょっと箸の先に濡らして、ちょっとつけて、混ぜ込むぐらいな、程度に、するようになったもん。それでもまだ残ってる。誰かいるとか言って聞くんだけど、欲しいって人いないんだよね。捨てちゃってもいいんだけどさ、なんとなくね、心残りでさ。まあ、それくらいね、私も辛いの好きなんだけど、そう。辛いのも好きだし、大食いチャレンジも好き。大好き。うん。そう。近くにね、大食いのね、チャレンジメニューとかあるっていうと、行っちゃうし、長岡、新潟県の長岡市に住んでたけど、君屋さんっていうね、君屋さんっていうもう伝説、ここら辺じゃね、伝説級の森の多いさ、お店があるわけよ。もちろんさ、大食い YouTuber の人が出てるようなさ、お店のね、もうほんと特別級のさ、何キロってやつじゃないけどさ、普通に、大盛り頼んだら普通に食べれないんじゃないかな。
大盛り頼んで普通に食べれる人は、もうあの、大食い YouTuber 見習いみたいな感じの人だと思う。そう、その中でもね、やっぱね、特盛り中の特盛りってか、大盛り中の大盛りに見えるのは、あの、君屋さんはね、野菜炒め定食なわけよ。私ね、完食できるようになるまでですね、何回も通ったな。そうやってね、あの、達成するのは私好きなわけ。そう、達成する感、あの、大食いをさ、達成した時の達成感好きで、まあ、達成できるまで何回も通うとかさ。そう、今はなくなっちゃったんだけど、近所に、あの、長浜ラーメンの、あの、なんだっけ、あの、替え玉のさ、お店があった時に、あの、月のね、ランキング発表されてて、そのランキング1位取りたいばっかしに、もう毎日毎日、長浜ラーメンに通ってた頃もあったな。それでもね、私が食べたっても、12くらいかな。それからしばらく経ってから言ったらさ、もうさ、20とかさ、25とか、これはもう別次元だと思ってやめちゃったんだな。それくらい、激辛とか、重いチャレンジとか大好きなんだけど、やっぱね、40日間以上さ、43日目今日の YouTube のショートが43日目だから、43、44日目ぐらいなんだよ。16時間ダイエット始めて。で、最初からさ、超減塩生活にしたいの。要するにさ、お塩とかしょっぱいもんを極端に減らした。それは、むくみにむくんでさ、体の老廃物を出しやすくするためと、肝臓腎臓に負担をかけないで、やっぱりデトックスが進むようにさ、あの確実にさ、私の普段の生活の中で塩分が多かったわけだから、まあそれを、一気に減らしたわけ。そうするとさ、もう足のむくみとかもさ、ほとんどなくなってきて、あちこちさ、ねえ、むくみというか、リンパが詰まってるようなとこさ、触ると痛かったんだけど、今はね、もう足に限れば、まあ、どこ触っても、よっぽど付け根のところじゃないとね、痛いと感じないぐらいになったわけ。そう。だから、私にとってさ、今の多分塩分の量がちょうどいいんじゃないかなと思ってる。そう。うん。とは言ってもね、1日何グラムぐらい？どうだろう。よくわからんけど、20グラムはいってないな。多分全部の塩分入れても。そう。20グラムはないな。いいとこ10グラムぐらいじゃないかな。そう。うん。まあ、しっかり測ってないけどね。そう、10グラムが適切かどうかもちょっと自信ないし、調べてないけどさ。そう、まあ、そんな生活してるから、まあ、カップラーメンね、ちょっと前にさ、カップラーメン、もうすっごい食べたくて、食べましたみたいなショートムービーあげたんだけど、その時も、結局スープさ、もうしょっぱい感じで、残しちゃったんだよね。残しちゃったから飲まなかった。うん。そう、それはそれで私の中で偉いと思ったんだけど、カップ焼きそばね、ペヤング様さ、もうスープないからね。まあ、スープがないどころじゃなかったよ。まあね、その、彼にさ、食べてるところは見てみたいと。じゃあお前も一緒に食うのかって言ったんだけど、俺は一口食べただけで気持ち悪くなると思うからやめとくとか、わけわかんないこと言い始めてさ、そう。のザコメとか思って、そう、スライムやろうとか思って、スライムやろうって言ったら、そう、じゃあリムルと呼んでくれとかわけからないこと言い始めて、そう、そんなアホなこと言ってるからさ、そう、奥さんには、お別れを突きつけられ、そう、娘さんには、残念なパパだと思われ、ね、うちは、でもね、うちはその彼と付き合ってるわけじゃないんだけど、まあ、元のね、お嫁さんもさ、奥さんもね、お嬢さんも知ってて、そう、お嬢さんはね、まあ、突然うちに遊び来たりする。そう。まあね、まだ中学生だからね、そう、まあ、勉強教えてって言ったっても、でも私はさ、中学生の受験ってさ、まあ、てか、高校入るための受験って私はさ、まあ、ご縁があって、一回浪人して、2年勉強したっけよ。
まあ、そこでさ、勉強付けのことの面白さとか知って、今に繋がってるんだけど、うん。まあ、そんな感じで、まあ、たまに勉強見てあげたりとか、まあ、相談乗ってあげたりとか、するんだけど、ね、もうほんと、人に自慢できるところなんか 1% もない私の人生のさ、その人生に相談に乗って、ほんと、いいのかと思うような時もあるある。うん。まあ、それでももう話し相手になって、まあ、愚痴を聞いてあげるぐらいでもいいのかなと思って、お嬢さんとも付き合ってるけどさ。まあ、そんな中で、バレンタインデーのお返しが、ペヤングだったわけ。まあ、それでさ、まあ、食べてるとこ見てみたいというか、もう、いいよ。まあ、見せてあげるよと思って、食べてる時の動画を、じゃあ撮ろうかと思ったの。そう、YouTuber のお決まりだよね、そんなの。うん。でもね、もう、ね、いざお湯入れて、一口食べた瞬間ね、もうそんなの忘れててさ、もう一回買ってきて取り直すって気にもならなくてさ、一口食べたよ。そう。まあ、食べたね、動画はある、食べた直後のね、もうひどい顔の動画あるから、まあ、ショートムービーに、か、なんかで、ね、ちょっと使うかもしんないけど、今までさ、確かにファイナル辛かったよ。まあまあ、一連のさ、激辛シリーズどれも辛かったよ。でも私の中ではさ、今回のやつはなんかまた違う次元の辛さだよね。いや、辛かったわ。いや、マジ辛かった。私の体がもうさ、そういうスパイシーな刺激物を拒否してるのかもしれないよ。だから、もしかして、前とね、前食べた時と同じような条件じゃないかもしれないから、まあないだろうし。だからまあ、どれぐらいの辛さかって比べられないけど、まあ辛かった。もうね、一口食べたっていうかもうさ、食べる前の匂い前はさ、まあ匂いからしてもう赤いよねと思ってはいたけど、まあチャレンジだと思って食べたわけじゃん。で、今回のやつはさ、YouTuber のさ、他の人のやつとか、まあたまに見るさ、私も。そう、まあ、辛いけど美味しいみたいなの書いてあるじゃん。いや、もう匂いから、匂いから、ああ、帰ってきた、ゴクさんみたいな感じ。ゴク激から帰ってきたよ、みたいな感じだったの。お、で、まあ、お湯入れる前から目の上にさ、唐辛子のさ、輪っかが、乾いた、乾燥した唐辛子の輪っかが、お湯入れてるしさ。まあ、ソースも相変わらず真っ黒でさ、匂いも、ああ、もう、匂いからして苦いよ、みたいな感じの、匂いなわけだ。で、混ぜてみると、やっぱ、激辛さんの色だわ、みたいな感じでさ。で、まあ、付け合わせのさ、一味もさ、まあ、かけるじゃん。で、まぶすじゃん。いや、これを口に入れるかと思うぐらい、ドキドキしながら食べた。いやー、ほんとに辛い。辛い。辛いしか出ないぐらい。というかもう、その脇にね、私はさ、毎朝さ、200cc のトマトジュースに 50cc のさ、レモン果汁を入れて、水で1リッターぐらい割った、ジュースを飲んでるの。飲んでるか持ち歩いてるの。そう。水分補給の代わりに。まあ、それをさ、あとね、500cc ぐらいの残ってて、500cc を一気に飲むってことないんだよ。私はね。そう。何をしてるの。前はね、もう 500cc なんかもうさ、あったのってくらい一瞬でググって飲んだけど、今は、水もあんまり多く無料飲まずに何回も分けて飲みをしてるのね。腎臓と肝臓を、いたわるために、そう、処理能力が落ちないようにね。まあ、そうなんだけど、もうそんなの関係ない。もう残ってたね、500cc があったやつね、もう一瞬、そう、ガバーって、二口ぐらい食べた時にもうガバガバーみたいな。もう無理だ。もし私一人だったら、多分ね、残してたね。そう。もうね、飲んでも、もうそんなさ、もう全然辛みが収まらないで、逆にまとまりついてくるような感じで、もう慌ててさ、洗面台じゃないや、
流しじゃないや、だいたいキッチンのね、キッチンのところのお水をさ、ガーってさ、ペットボトルに入れて、もうほんと喋ってるにグググーって飲んだんだけど、飲んでも飲んでも辛みが、膨れていくな、お腹だけ、みたいな。多分昨日さ、昨日その、ペヤングのごく激辛食べるだけで、2リッター近く飲んでるんだよ、水を。で、まあ、でもさ、まあ、なんであれ、もらった、プレゼントしてもらったものを、本人がいる前でさ、もう食べられないからいらないとは言えない、私は。そう。そう。食事ってか、ご飯チャレンジャーの名にかけて。そう。フードファイターってことじゃないけど、フードチャレンジャーのね、何かけて、そう、そこでいや、食べれません、とは言えないの。そう。大盛りでね、大盛りすぎて、もう特盛りすぎて、もう、本当に入らないって時はさ、まあ、それは仕方ないけど、そうじゃないもん。別にお腹減ってなかったけど、それ、ペヤング食べる前にさ、普通にもうご飯食べてたからさ。まあ、入らないことはないけど、入らないことはないだけで、カレーを理由に、残す。しかももらったものをその場で、彼の前で残すなんてことできないから、まあ、涙流し、汗だらだらかきながら、もう必死の思いで食べたよ。もうね、二口目ぐらいにはもう、唇が真っ赤。もう膨らんでるのがもう腫れてるのがわかる。そう。まあそんな流れにならないもう食べたよ。そして2リッターぐらい飲んだよ。そしたらさ、ほんと。まあね、最近声がさ、ずっとガラガラだけど、ガラガラっていうか、まあちょっと地声がなんか声が低いっていうかな。もちろんさ、もうちょっと高い声で喋ろうと思えば喋れるんだけど、歩きながらだとね、高い声出すのも、かったるいし、かったるいっていうか、まあ、そこら辺調整するのはちょっとややこしい。喋り方ももうちょっと可愛らしい声、喋り方もしようと思えばできるけど、そう、もう、ダイエットウォーキングしてるときは、このね、収録してるときは、もうそんな余裕ない、歩いてるから。まあ最近は、デートしてても、そんな可愛らしい声出すことはないけどね。先日さ、ウィッシュで買った服をね、これもうすぐ届くんだっていう、その彼にさ、自慢げに話したらさ、これってさ、まあ、すごいピンクの、ショッキングピンクみたいな。これってさ、フィリピン人の母ちゃんが着てるような感じだよなって言われて。家にロープがあったらその時締め殺してたね。正解なんか女子力のかけらもない感じなんだけど、そう、唯一真面目にやってるのは、16時間断食と、全部自炊してるってことと、チキンキャーぐらいのもんで。それ以外の女子力は本当、どこに寄せてきたんだろうみたいな感じは感じよ。友達に会ってもさ、あんたがメイクしてるところ何でも見てない気がするとか言われてさ。YouTube かなんかのさ、動画だったかな、に、ヒント、ちょっとね、メイクしてる写真を使ったらさ、プロフィール写真かなんかな。そう、そしたらさ、前から知ってる人なのにさ、誰ですか、自分の写真じゃないんですね、なんか言われたりぐらいな感じで、ほんとさ、もうほんと、まあ、それくらいさ、残念なキャラだけど、でも、思い返して、私の今の最優先は、ダイエットだから。ダイエット以外は、もうとりあえず、どうでもいい。とりあえず、ダイエットが最優先だから。そんな感じでさ、ペヤング食べた後は、もう声も出ないし、お腹も痛いし、そう、汗は止まらないし。まあ、とりあえずもう、お風呂入って寝るからもう帰って行って帰ってもらってさ、私はね、お昼前の15時には、もう15時ぐらいには寝ちゃうからね。そう、もうお風呂入って、そう、お風呂に入っても、お腹痛いなとか、苦しいな、喉痛いなとか思いながらね。こんなのが3時間ぐらい続いたかな。3時間いいかな、2時間ぐらい続いた気がするんだよね。
うん。まあ、そして寝ようと思ったらさ、やっぱね、やっぱもう、腸がね、びっくりしちゃってて、お腹がびっくりしちゃっててさ、寝れないんだよ。さ、ね、寝れないなーって、うだうだしながらさ、そう、ちょっと、スマホいじってみたらさ、また寝れなくなったみたいな感じで、まあ、そんなね、大変な、思いをしたよ。ホワイトデーのせいでさ、だからホワイトデーなんかゴミ箱捨ててしまえって昨日言ったばっかやねんさ。そう、私言ったんだよ。あのバレンタインのさ、とかあげたときに、いつもお世話になってるお礼だから、お返しとかいらないからねって。そう、気持ちだけだから、って感じで、言ったにもかかわらず、そんなこと言ってからペヤングだったのかな。はっきりさ、何々が欲しいって言っとけばよかったかな。そう。あいつの部屋に、そう、使ってないミニパソコンがあるわけよ。なぜ買ったんだと思うんだけどさ、まあ、ちょっと前のなんだけど、そう。ちょっと前のなんだけど、私の今使ってるパソコンよりは性能いいと思うんでね、あのミニパソコンちょうだいって言えばよかったかな。そうしたらピアンディじゃなくて、ミニパソコンが来たかもしれない。まあ、そんなわけでね。もうほんとペヤング様々だよ。そう。でもさ、ペヤングって、まあ、今は知らない人もいるかもしれないな。そう。ペヤングってさ、一度中に、ペヤングの商品の中に、虫が入って購入してたかなんかで、1年間さ、販売禁止になって、なったってことがあったんだよね。そう。その後だよ。いろんなバージョンのペヤングができて、もう、ペヤングの快進撃が始まったの。うん。いや、今となってはさ、私はペヤングやっぱり、カップ焼きそばの王様だと思うもん。そう。たださ、個人的にはだよ。個人的には、普通のノーマルのサイズのペヤングが一番美味しいと思う。バランスがいいっていうかな。そう。うん。美味しいと思う。で、私はね、どうしかわかんないけど、その、昔のさ、ペヤングの方が美味しかった気がするんだよね。謎肉もさ、コロッと入ってたりとかさ、ほんとよくわかんない謎肉が入ってたりとかさ、今の、一番普通のサイズのやつって入ってんのかな？入ってないような気もするんだけど、どこだったかな？うん。まあ、それでさ、ペヤング様さ、その、問題があった後に、もうほんと、すごい勢いで、変革したというか変わったっていうか、まあ大きいサイズもどんどん出したりとかさ、もうチャレンジのチャレンジのチャレンジだよね。あれはすごい。そう、まあさ、ほんと、昔はね、私のイメージはさ、日本って平均値の、良くもなく悪くもなくみたいな、さ、平均値的な企業は多いなっていうようなイメージだったさ。そう、高校生の頃とか、まあその頃、前の頃とかね。そう、でもね、今はさ、なんか、世界的なね、大企業になったかって言ったらさ、まあ時価総額の計算で見れば、数字だけで見れば、まあそんなことないじゃん。そう、上位10には入ってないよね。そう、いつだったかな、いつ見たのが、トヨタが40位ぐらいだった気がするんだよな。そう、トヨタが時価総額で40位ぐらいだった気がするんだよ。それ以上の企業はその頃はなかったんだよな。今はどこかわかんないけど。そう、と思うとさ、超とんがってて、世界的に大企業ってやっぱ日本は、そう、ない気がするの。もしかしたら、今もね。そう、でもさ、とんがってる？ちょっとこいつらおかしいんじゃないみたいなことをやる社員をいっぱい抱えてる会社は、あるよね。ある。まあ多分、ペヤングもそうだと思うんだよね。そう。ペヤングも、やっぱちょっと変よ。ペヤングが変わってきてからカップラーメン業界変わったもん。そう。今なんかさ、多分、
毎週新商品がさ、いくつぐらい出るんだろうね、カップラーメン。そう。多分さ、毎日カップラーメンを食べ続けても追いつかないぐらい、毎週、新商品出てるんじゃない？私さ、セブンイレブンでバイトしてた頃があるんだけど、毎週、新商品入ってきてたもん。セブンイレブンだけでね。そう。となれば、まあ、日本中探せばね、そう。まあ、関西人だったら誰も知ってるうまかっちゃんって、あるじゃん？うまかっちゃん。美味しいよね。でも、私は関西行くまで知らなかったもん。最近ね、うまかっちゃんね、新潟でも手に入るんだよ。でも、新潟の人はうまかっちゃん知らないから、どんなに関西で有名か知らないから、売れない。関西の人の、うまかっちゃんネット知ってる人はうまかっちゃん買うけどね。そう。私はどっちかというと、袋のラーメンだったら、チャルメラが最高だな。チャルメラの醤油味が大好き。うん。そう。でも、まあ今はね、今はっていうか、袋の麺もカップラーメンも、まあカップラーメンね、なんだかんだって週に、2週間に1回、いや、そんなことはね、1ヶ月に1回くらいは、まあ食べちゃってるけどね、今もう。もうね、麻薬だ、あれ。もうカップラーメンって。麻薬だよ、本当に。だからさ、なんか突然のようにさ、もう頭だからカップラーメンでいっぱいになっちゃって、食べて、しょっぱくで、食べちゃったって後悔するわけよ。まあでも食べる前に、しっかりね、他のやつ、いつも通りの食事とって、血糖値上がらないようにして、ダメージが多くないようにして食べてはいるけどね。うん。そう。まあそうなんだけど、そう、まあね、たまに食べてるとセブンイレブンのドーナツも、しっかりタンパク質とか、ね、食べて、そう、ビタミンミネラルしっかりとって、胃の粘膜を保護した家で食べてるから、まあ、そんなに影響ないっちゃないんだけど、うん、そうやってね、まあ、麻薬のように、やっぱりね、手を伸ばしちゃうんだよ。そう。まあ来月の課題とか、カップラーメン絶対食べないとか、そういうのいいかもしれないね。うん、そう、そんな感じで、ね、まあペヤング様なんだけどさ。まあね、そう言ってるうちになんか、ペヤングの話からもう一段、もう一つぐらいなんか盛り上げようと思ってたんだけど、忘れちゃった。今日はね、お月様が半月ぐらいになってるかな。そして、今日から私の背中には、最近 YouTube のさ、キャンプ系の YouTube ですごい話題になったさ、なんだっけ、100均で売ってるランタンぶら下げてるの。今歩いてるどっちの上はさ、今はね、ちょっとね、東の空が明るくなってきて、星もちょっと隠れ始めてるみたいな、ちょっとだけ明るくなってきたって感じなんだけど、天気が悪かったりとかね、すると、まだ真っ暗なわけよ。そう。真っ暗の中で、雪があった頃は、この真っ暗な中さ、わざわざ歩いてる人なんか私ぐらいのさ、変人しかなかったんだけど。そう、最近は、やっぱりね、ウォーキングしてる方も、真っ暗な中でもウォーキングしてる方いるの。そう。で、これもどうかと思うんだけどさ、真っ暗な中さ、歩くんだけどさ、もうちょっと明るい服着てようと思うわけ。せめて。真っ白な雪が降ってれば月明かりでもさ、まあある程度見えるんだけどさ。そう。でも、なかなかさ、歩くんだったらもうちょっとさ、派手めな服着てよって。私は割合と白っぽい服着てるから、まあ、真っ暗でもまあ、目が慣れれば見れないことはないと思ってたんだけど、まあそんな感じで、5メートルぐらいまで近くまで来ないと分かんなかったりとか、まあ、でかい子でさ、歌いながら来られてさ、もうビビっちゃったりとか、そう、なんかね、やっぱ怖いわけよ。そう、真っ暗な中から人が近づいてくるのって。それで、まあ私も、まあ私がそう思うだから、周りもそう思ってるんだろうなと思って、昨日の帰りに、そう、100均によって、どこの100均だったか忘れちゃったよ。よって、ランタン買ってきて、まあ、電池で動くからね、今日から背中にぶら下げてるの。でもこのランタンがね、意外と大きくてさ、大きいバージョンとちっちゃいバージョンがあったんだけど、なんか、大きい方がね、なんかかっこよく見えたの。で、どれくらい大きいかわかんなかったから、まあ、箱見て、まあまあ、手のひらぐらいだろうと思ったら、いや、とんでもなかった。すごいでかかったんだけど。まあまあ、これはこれでいいかなと思って、ぶら下げて歩いてます。
今日から私は、不審者から、ちょっと、成長しました。で、まあ、通し歩いてるうちに、月はまだ明るいけど、いや、ほんと空が明るくなってきたな。これからどんどんね、毎日毎日、明るくなる時間が早くなっていくから、そう、もう一ヶ月もすると、もうこの暗い中、ランタン担いで歩くこともなくなると思うんだけどね。そう、あ、鳥が鳴いてる。そう。ここら辺はね、河川敷、篠野川の河川敷、ものすごくさ、森がいっぱいあって、まだまだいっぱいあって、野鳥がいっぱい住んでるのよ。昔ね、もっともっとすごい森だったから、野鳥もっといっぱいいたけどね。そう。で、野鳥ファンの人とかがね、結構ね、野鳥をね、見に来たりしてるかな。そう。いや、カラスも鳴いてる。いやー、ほんと、時間とともにどんどん明るくなってきたな。そう。で、今ちょうどいつものところにたどり着いたんだけど、まだね、多分今日はね、時間あるんだよ。今何分ぐらいだろう。そうだね、5時11分だね。いつもより10分ぐらい早いかな。10分もあればね、スプーンのさ、表紙ぐらい作れたのにね。なんで忘れちゃったかな。まあいいや。これからもそういうことはたまにあるでしょう。いや、週1回ぐらいあるかもしれない。そう。うん。で、このシリーズ、昨日から YouTube チャンネルの、ポッドチャットの、このチャンネル、ポッドチャンネル、このポッドチャットの、ポッドキャストの、リンクの中にも入りました。で、まだね、昨日分しかアップしてないんだけど、まあ、徐々に今までの分ね、今日でね、なんと放送開始10回目なの。うん。だから10回分、今日から徐々にアップしていこうと思ってます。で、同時に、別のテーマで、私、日本ダイエット研究会じゃなくて、日本ダイエット、健康協会の、資格試験の一級である、プロフェッショナルアドバイザーを目指してるのね。6月に試験があるんだけど、その勉強のアウトプットをしてる、ポッドキャストもやってます。はい。もう一つね、まあ、いくつもね、私、ほんとさ、一つのことに集中できなくて、一本にまとめてってできないからさ、もう一つ、二つ、別のポッドキャストもやってるので、まあ、興味ある方、じゃなくて、興味なくても、私の、YouTube の方、見てみてください。YouTube の方のやつは、会話に、お話に私の写真を入れたりとかしてます。うん。ただね、クオリティがそんなに高いわけじゃない。今、クオリティ優先よりも、やり続けることを優先にしてる。うん。もちろんね、機材をもうちょっとしっかり揃えてさ、パソコンもね、もうちょっと処理が早いもんして、っていう、まあ、要望っていうか、もう、希望はあるんだけど、でもまあ、それよりも、まあ、とりあえず、しっかり発信し続けられるっていうことが、今の目標かな。そう。まあ、ちょっとずつね、視聴数も上がってきたし、そう。まあまあ、まだ収益化には相当遠いと思うんだけど、収益化ができたらいいなって感じで、1年後ぐらいに収益化ができてるっていうのが私の、まずの目標かな。YouTube に関して、まあ、ポッドキャストに関して。ポッドキャスト全体で、どうやって、集客と収益化に続けていこうかっていうのは、まあ、これから検討する。うん。これから、検討するか勉強する。まずはね、まずはとりあえず、16時間断食が、本当自分の身になっていくことが最優先。寝る時間もそうだし、食べるものも、そう。できるようになって消えた気はするんだけど、まだ16時間ダイエットが自分の生活の一部になってるっていう状況じゃないと思うのね。そう。だから、そこが本当に身になって自分の生活の一部になるには、やっぱり1年、2年、3年かかるはず。うん。なので、これからも、のんびり、ダイエットやっていきます。そして、私はね、この3年後ぐらいに、まあ、YouTube だけで、ある程度、
今働いてる、今ね、毎日朝通ってる、この仕事分ぐらい稼げれば、まあまあまあ成功かなと思ってるの。うん。まあね、YouTube の一番さ、単価が高かった時代を知ってる人たちにしてみれば、まあ YouTube はもう終わったという人もいるかもしれないけど、YouTube ってプラットフォームは、すぐにはなくならないよ。まあ、同時に、今は、SNS に本格的に復帰するわけじゃないけど、まあ、コンテンツの発信を楽しみに、ね、自分で楽しんでやってられるし、コンテンツの発信が楽しくならない、楽しいのが嫌にならないように、自分で調整しながら、今後もやっていきたいと思います。まあ、そんなわけでね、こうやってね、外の明るくなっていくのを見てるだけで、なんか嬉しいな。明るい日が戻ってくるって感じ。今日はね、雲一つないね。そう。さっき宇宙船みたいなのがパーッと浮いてたんだけど、いなくなっちゃったね。宇宙船何のことなんていう人もいるかもしれないけど。そう。まあ、感じる人、見える人には見えるのよ。そう。そもそも目に見えるものしか信じないって人は、まあ、損してるよね。そう。うん、損してると思う。うん。まあ、わざわざさ、幽霊見たいとかさ、は思わないけど。そう。でも、目に見えないものをキャッチできる感度が私にあるっていうのは、本当嬉しいよ。うん。そう。あ、なんか、今日は、空がすごくなんか私を、そう、なんか受け入れてくれてる。まあ、こんなさ、時間持ってゆっくり空を見上げたのっていうか、久しぶりだな。あ、鳥もみんな笑ってる。そう。私が帰るときにいつもね、私が、この、土手に上がるとこにいるさ、カラスちゃんがさ、まあ、いつも同じとこに座ってるんだけど、あの子は多分さ、私の声がわかってるんだよね。そう、何喋ってるかも分かってると思うんだよね。うん。最近、ちょっと近づいても逃げなくなってきたし。まあね、何か食べ物が欲しいのかもしれないけど、野生の動物ね、恋に、冬に、やっぱり食べ物あげちゃいかんよ。そう。うん、何がどういう問題になるか分かんない。で、まあね、人間が食べてる食べ物が果たして彼らに、いいのかったら、そんなことないからさ。人間だってもちろんそうだけど。うん。だから、カラスちゃんが餌欲しいって言っても私ないよっていうふうにいつも言ってる。まあ実際に持ち歩いてないしね。そう。うん。あ、来た。来たっていうのは、これから出勤するうちのお仕事のメンバーが。で、もう一番最初に来る人が一番鍵を持ってて入るんだけど、まあその人とね、一緒に入ってもまだ早いわけよ。今ね、多分20分ぐらいだと思うんだけど、当然20分ぐらいだと思うんだけど、まあ、お仕事は、本当はね、5時半ぐらいに入って、5時45分ぐらいから始めるみたいな感じのルールなんだけど。まあね、一緒に働いてる方々がさ、まあ、おじい様、おばあ様そう、が多くて、うん。まあ、だんだん早くなっていくみたいな。そう、今一瞬なんか通った。そう、こうやってね、空見てて、アクションを求めてると、宇宙船がね、ピーって流れるんだよ。そう、UFO って言葉かどうかわかんないけど。まあ、そう。どっかの星の宇宙船なんだろうな。うん。そう。まあ、もしかしたら地球のどっかの宇宙船かもしんないけどさ。まあね。まあ、そういった、宇宙とかね、高次元の話も、まあ、いずれしていこうと思うんですが、私はね、スピリチュアル系の人とかとあんまりちょっと、ご縁がないというか、あんまり話が合わないっていうか、そんな感じで、なんとなくね、
近づ離れずみたいな感じなんだけど、まあ、そう、なんか久しぶりに空と交信してる感じ。いいね。そう。今日もきっとね、私にもみんなにもいい一日が待ってると思うよ。さあ、今日も一日、素晴らしい時間を過ごしていきましょう。そんなわけで、いつの間にか45分過ぎちゃったからね。そう、これで終わりにします。ですね、今日は、そうね、明日が今週の最終日。木曜日。っていうのは、私、金曜日と土曜日って、ここのお仕事お休みなので、朝出張ってこないんだよ。そう。出張ってこないから、まあね、お家で一人でね、収録してるのもなんだし、金曜日と土曜日は、このポッドキャストは、お休みしてます。まあ、それは他のね、今日のアウトプットのシリーズとか、別のポッドキャストの方は、発信します。で、16時間断食の今週の反省会ももちろん発信する予定なので、スポーン以外の YouTube チャンネルも、ぜひ確認してみてください。そんなわけで。なんか今日はね、そう、いい空気吸えたから気持ちいいね。じゃあまたね。また明日。